まあこれちょっと外部で話したんですけどねあの、警察から電話がありましたね、先日寝てるときに、ふーっとかかってきて、なんかなと思ったらあの、語尾に110番って書いてあってさ、そう、なんやろうと思って、で留守番電話を入っとったんですよ、なんか1分ぐらいの留守番電話も、なんやろうなと思って、さすがにさ、警察からの留守番電話怖いやん、なんか、おえ、なんやろうなと思って、でもあのびっくりしてさ、留守番電話を再生する前にかけたったんですよ、110番に、そう聞こうが早いなと思って、どっちにしてもさ、あのー、かけるしさ。 ねや、あの、てろって書いたら、浦和警察だったんですよ。浦和警察で、ね、はい、どうも浦和警察です、みたいな。事件ですか、事故ですか、みたいな。いや、あの、不在着心ありまして、みたいな。ほう、みたいなって。すいません、あの、電話番号と名前教えてください、つっ,って、電話番号と名前言ってまっしゃる。心当たりありますかって言われて、心当たりしかないよね、でもね。 そうでも、心当たりありますよって言ったらざわつくから、どうやって言ったらいいのかなと思って。要するにさ、その警察署に電話かけても、いろんな人が電話出るじゃん。で、担当とか部署とかあるから、まるかとか。だか最初聞いてくるんですよ。向こうから。心当たりありますかみたいな。そのうちから、要するに警察署から電話かかってくる心当たりありますかって言われるんだけど、別に俺、捕まらないことはしないんだけど、まあ、なんだかんだいろいろ言われるから、そう。あの、いや、本当だよ。110番。マジで。ケツ110番だから。知らないの電話番号。 110からかかってくるんじゃなくてあのー、市街局番があって最後110番ですから110ですから。で、えー、かかってきてで「ここの辺りありますか?」言われて「であのー、いやのないですね」みたいな「そうないです」っつって。であのー、言ったらねそしたら「あそうですか分かりました」みたいな「じゃあ、まあ、さっき言ったその電話番号と名前を教えてください」みたいな「今いろいろ調べます」って言ってホリオン番流れて。 んで、あのし、しばらくしたら、なんか、生活安全化っていうところから、あの、まあ、そこに繋がって、あの、お話しして、あの、市川さんですかみたいな。あ、市川です。みたいな。え、何やろうなと思って。何やろな何のことやろうなと思って。で、すいません、あの、留守番電話入ってたんですけど、留守番電話ちょっと聞いてないんですけど、ってもうすぐかけたんですけど、って気づいて、何ですかって聞いたら、はっってあのー、みたいな。ちょうどですね、っ2年前に、 あのちょいたけ出されたじゃないですかそうなんですよねあの誕生日の時の人分炊飯器そう人分炊飯器あったでしょあの件とでちょうど1年前になんか埼玉の師匠か師匠だったかな県知事だったっけな,なんかそこ宛てになんか石川紀殺すみたいな連絡がいってでそれでさすがにそのあのびっくりしてその石川紀さんの人大丈夫ですかみたいな感じでほんでそれで。 あの、市長さんかな心配して警察に一歩入れてくれて、ほんで警察から俺電話かかってきたことがあったんですよ。でそれで、なんか、外配信しないでください、みたいな。それがちょうど1年ぐらい前で、家にいた日があったんですよ。まあ別に、家座の日だったから問題ないけど、うちの周りに警察が巡回して、そう、本当にもう立派なさ、立派な殺害予告ですよ。そう。で俺、一回呼ばれて、そう、警察署に。んでバってガチャったけど会議室みたいなところに、なんか、 警察官とかなんかいろいろいっぱいいてであのこういうのが来てみたいなメール見してもらって「心当たりありますか?」みたいな「心当たりしかないです」みたいな「えっ、ー!」ってなって「なんかあるんですか?」みたいな「いや僕あのネインターネットの生放送して,て」みたいなそうインターネットの生放送させてもらってて、まあ、好き勝手いろいろしゃべってて,ってであの商者の人とかが。 かわかんないですけど、つって、でも、イタズラで、なんかそうやって、あの、やることがあるんです、みたいな。で、まあ、それか、まあ、もしかしたらイタズラじゃない。もう本当にそうやって思ってる人もいるかもしれないですけど、って、まあ別に今に始まった話じゃないんですよ、みたいな。だから、心当たりしかないっていうのは別になんかそうやって言われてもいいわけじゃないですけど、それ好き勝手やってる分、そういう人はいるんです、みたいな、ね。その行き過ぎた結果がそうなんじゃないですか、みたいな話したら、でも結構しっかりこうやって書かれてましたね、みたいな。で、一応もし市川さんなんかあったらあれだから、あの、しばらくちょっと、お家の方も巡回させていただきますし、もうなんかあったらすぐに連絡ください、つって。 ほんで、なんか俺の電話番号はリスト入りしたんですよ。あの警察署ってリストっての持ってて、そう。なんかそうやって、いつ犯罪に巻き込まれるか分かんない人、危ない人、被害者になっちゃうかもしんない人っていうのをなんかリストにまとめてて、そういう人たちが110番すると、ちょっとその警察の対応が違うんですよね。要するにみんなの場合110番すると事件ですか事故ですかって言われて、なんかまあ動くじゃないですか。そうじゃなくて、俺がかけて場合は、そういったデータがあるからすぐにすっ飛んでくるみたいな。あ本当に殺されるみたいな。そう。 そういうのがあって、なそこにちょっと努力させてもらいます、みたいな。あって、それがちょっと1年前ぐらいだったんですよ。でそれで、なんか、お変わりないですかみたいなテーマが、ちょうど先日かかってきて、俺ドキッとしてさ、普段なんかさいつもさ、ふざけんなお前らぶち殺すぞとか言ってくから、なんかあったのかなみたいな。そう。 他にもあるんですよ。なんか、謝罪してて180キロ出してるって、嘘の通報して、あの、市川さん180キロ出してるんですけど、出してるわけないでしょみたいな。捕まってますから、そんなの、みたいな。あと、うちの嘘、録画上がってるから見てくださいよって言ってて、そんなんわかるでしょそんなの警察さんって言うけど、一応あったら連絡してくるんですよ。もう、だから友達みたいな感じで、定期的にかけてくるんですけど。だから、すいません、市川さん、あの、市川さんって言ってたら、人分から2年と、殺害予告から1年なんですけど、おかわりの方はって言われて、そういう電話で、いや、変わってるよ。おかわりあるよって。 ね今年のね、誕生日はね、人風ロックが届いたよって。また人風来たよって。だけど、まあ、もう二度目だからこっちもちょっと慣れてるのあるわな。入ってる入れ物がさ、炊飯器かジップロックかどっちかの違いですからね。同じ匂いしたわ、二年ぶりにくっせ。なあ。だからさ、また人風が来ましたって、また警察署に行ってさ、なんやかやしなきゃいけないじゃん。ね、別にこっちもさ、ちょっと慣れもあるしさ、ポイってすればそれで終わりだからさ。まあ、なんかもう、特にないですよって言ったら、めちゃくちゃおかわりあるけどね。 お代わりはめちゃくちゃあるんだけど、お金わりないっすよ、みたいな。あ、そうですかわかりました、みたいな。また何かあったら言ってください、みたいな。電話だったんだけどさ、まあ、ドキッとしてさ。やっぱ怖いよね。うん。かかってくるとさ、そう。っていう、まあ、電話が、あの、ちょっと先日ありまして。お代わりはめっちゃあるっていうね。そう。だから、あれ、うまいなと思うのが、警察の人うまいなと思うのが、心当たりありますかってうまい一言だよね。あれ、牽制級じゃないけどね。うん。かか、なんか、警察からかかってくる心当たりありますかっていうの。 あれうまい一言だなドキッとするなっていう結構なんか威圧的な言葉じゃないんだけど威圧あるよなうんなんかそういうのちょっとあの勉強になるなと思って人と話す時に相手を問い詰める時にえなんかこうやって俺からさ話しかけられる心覚えあるって怖いなと思っていきなり連絡してさなんかね心当たりある心覚えあるみたいな釜かけに来てる感じなんかやっぱ心理がうまいなっていうふうに思いましたけどね はい皆さんもお気をつけください。はい。ね。いろんなことありますからね。言い回しは普通だが詰まるっていうね。えー、警察で思い出したけどヘズマが奈良公園の鹿を叩いた中国人と喧嘩して京都警察に囲まれてたよね。うん、そうだね。はい。うん、だからなんだって話ですかね。別にこの話に繋がりなくない警察で思い出したけどっていうけど。お前が思い出したっていうけど、みんないろいろ思い出せるし、みんな思い出したたびにさ、書き。 まくられてもさ、こっちもね、繋がりあることだったらいいですけどね、あ、そうなんだ、しかないよね。ピザ屋まだ行ってない。忘れてた。青汁王者はやっぱりネタだったのか。ネタでしょ、どう考えても、あの人なんて。ネタだけど、なんか、まあ、ネタでいいけど、安くなったよな、あの人もな。うん、安くなってま。だから、もともと安いのかも。小銭持ってただけで。いや、小銭じゃねえな、さすがに大金か。まあ、だから、なんだろうな、あの、い安い人が大金を掴んだ典型なんじゃない まあ基本人ってさ、なんかさ、お金を持つようになったりとか、仕事を持つようになったりとか、いろいろ大きくなるにつれて、まあ、中身もさ、大きくなっていくと思うんだけど、あのー、そうじゃないよね。なんかその、中身と外身が釣り合わないというか、まあ、配信者と同じですよ。我々も同じですからね。稼いでる配信者いっぱいいますけど、中身変わってないですから、本当我々と同類だと思います。だってそもそも、青白王子でて結が好きだったでしょだからこっち側なんですよ。こっち側。 そう。全然中身はこっち側の人間だと思う。俺は青汁好きだよ。俺も別に嫌いじゃないよ。嫌いじゃない嫌いじゃない。いや、面白い人だなって思うよ。そう、つっつくところいっぱいあるし。なんか別になんか好きにやったらいいんじゃないまあでもあれ、あれよね。今の日本って昔のお金の稼ぎ方と変わったよね。今は今の稼ぎ方があるというか。今まで、あの、昭和だったらお金を持ちそうじゃない人が今、令和うまくやって持ち始めたなって感じしない。なんか昔ってさ、なんかもう、 決まってるじゃん、レールが。そう、金持ちルートってのは決まっててさ、会社なんかもそうだけど、今でもそうだけど、日本の大企業って昭和からありますよ。平成、令和にできた会社で大企業って数少ないですよ。ずっと大昔からの会社を今まで引っ張ってきて、トヨタなんかもそうですけど、そう大きい会社は昔から大きい会社のままなんですよ。昔の大きい会社が今もあるっていう、新しい大きい会社なんか少ないですからね。ですから、やっぱレールあるのかなって感じですけど、やっぱ令和になってからやっぱインターネットビジネスがすごい。 盛んになって、ちょっと今まで持たなかった人がお金を持つようになったんで、まあ、ちょっと変わったよなと思うよね。会社というか、個人として。え、この人そんなのお金持ってんだみたいな。うん。ね。まうそういう人たちって、やっぱ、なんだろう、うでもどっかで壊れるよな。うん。なんかネットとかで見る大金持ちの人って大体やらかすもんね。やらかす。そう。3年ぐらいで。 うん、ブレイキングダウンだって、米たりが出てる時はブワーン伸びたけど、今なんかも反射絡みとか言われたりとか、もうなんか毎回やるたびに誰か捕まってるし、なんならもっとブレイキングダウン代表捕まったしね。詐欺で。80億。うん。っていうぐらいだからもうあそこまで行っちゃってるから、うん。なんで、あの、もう、バレちゃうよね、今はね。うん。隠しきれないよな。感覚が狂うんだろうっていう。悪戦身に使わずみたいな。 って感じますけどね。だからもう、令和のトラ系見てるとわかるけども、青笹社長とかあの辺とかも絶対やらかす匂いしかしないけどね。あとはいつだみたいな。そう。岩井社長なんて呪い殺されちゃったみたいな感じで急にぽっくりいっちゃったしさ。ねえ、あんだけ好き勝手やってるもんだから多分人の恨みすげえ勝てたんでしょうね。そう、あまりにも早すぎるっていう、残念ですけどね。いや、呪いでしょ。多分。俺と一緒だと思う。呪われてると思う。もう あとでちょっと話するんだけどさ、霊主の話、呪われてるでしょだって。ね完全に、だって、あの、基本的にさ、人を下げすんだり、人をいじくったり、人を下に見たり、人を下げて、金稼いでるやつなんて、ろくな死に方しないですからね。あの、ひろゆきなんかも絶対そうですよ。鼻とか全部ボロ,ボロボロボロって取れて死ぬよ、あいつ。絶対ろくな死に方しないし、漁夫カルマもろくな死に方しないし、みんなそうですよ。そう。あの、やっぱりね、そういうもんだと思う。 うん。逆にみんなはさ、そういうのないじゃん。なんかさ、サラリーマンで OL でとか言ってパッとしないとか言うかもしれないけど、みんながそうやって呪われたりしないじゃん。恨まれたりしないじゃん。みんなは多分綺麗な死に方しなすよ。そら目立ったことはないかもしれないけど、ね、でも変な死に方しないと思う。我々は変な死に方しかしないよ。もうだって年々。 どんどんグレードアップで大きくなってるじゃん。まあ前なんか病気で死んだとか、あ、かわいそうとかでお亡くなりになりました。ごめん、ここお塗りします、みたいな。最近なんか、なんかあの、トンネルの上から、高家のなんかの上から落ちて死んだとか、ね、家でスライムみたいに溶けて死んだとか、ね、スーツケースにあの、詰め込まれて流されて死んだとか、もうやばいでしょ、だってそれねえ,え、みたいな。どんどん死に方がおかしくなってるからね。これからの人たちどうなるんだ、みたいな。まあでも、やっぱろくな死に方しないですよね。うん。 やっぱ短命を配信者は。だって欲が強すぎるもん。あの欲が強すぎて吸いすぎた結果、やっぱ長くないよね。うん。やっぱコツ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 が一番いいよ。コツ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 か。ね。だって人間関係もそうじゃないですか。あっという間に仲良くなった人って長くなくないとか。そう。ね。あのー、そういうもんで、濃い人って離れるのも早いと思うんですよ。なんでもそうですよ。なんでも。濃い相手って、あっちゅう間に離れるんですよ。ね。 例えばお金の関係とかでもお金を使い合ったりとかお金使った関係とかもやっぱポロンってなるじゃん。そう。そうじゃない人ほど長くなっていきますから。だからやっぱ人間もそうだけど、なんか大金を稼いでいっぱい使うって人もやっぱなんか長く持ったない,いイメージもあるし。うん。なんか我々配信者も濃いですから。なんかやっぱ早いんじゃないのだって例えば、フワッチなんかもそうだけど、不客リスナーって呼ばれる人ずっといるうん。ずーっといる って感じだよね。だから、あの、課金するって、寿命を短くしてるんですよ。そう。スピードアップしてんの。例えばゲームも無課金って長く続きません無課金って。お金使ってないから長く遊べんだけど、課金すると加速させてんだよね。例えば、わかりやすく言うと、1年かけてゆっくりやるゲームを1ヶ月にしちゃってんのよ。そう。課金して。そう。ギュー と縮めてるの。濃く縮めてるんだよね。だからすぐ飽きてやめちゃうの。なんで、あの、人間の人生も同じで、濃くギュッとした人って、やっぱ短いっすよね。岩井社長のことよく言ってくれたなんて、別に間違ってないじゃんって、呪われてもおかしくない生き方してんじゃん。もちろん、岩井社長よく思ってる人もいるけど、でも、我々みたいな好きだっていう人間って、好いてくれる人間もいれば死ねって思ってる人間もいっぱいいますからね。 そう。いっぱいいますよ。でもそれをいい風だけに言うのも違うじゃん。いい風に言ったのは過去に言った、俺は。亡くなった時に。でももう何日か経ったんだから、別に兄ちゃん呪われたって言ったって、女の。ねえ、女の別に本気で言ってるわけじゃねえんだからさ、いち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 噛みついてくんねよ私はいつまでもやりますよろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! よし。